昨年種付け頭数が急増し一躍人気ショコアの仲間入りを果たしたアポロキングダムです。父はキングマンボ3区のレモンドロップキット、母の父はストームキャットです。アポロキングダムは3歳春にダートで2連勝、その強いレース内容から将来を大いに期待されましたが、アクシデントにより長期休養を強いられ、秘めた能力を発揮できないまま現役を引退することになりました。アポロキングダム3区はこれまで4世代がデビューしていますが、数少ない3区の中から JRA 勝ち馬が続々と登場しており、平地ではアポロスターズがオープン勝ち馬となっています。また障害ではアポロマーベリックが JG1 を2勝して2年連続で最優秀障害馬に選出されています。昨年のトレーニングセールでは上場された3区2頭がいずれも売却されており、市場でも安定した評価を受けています。ご覧の通りキングマンボ系らしく惚れ惚れするような垢抜けた馬体と、筋肉を誇っております。本年は受胎確認後30万円、3区誕生後50万円となっておりますので、ぜひご検討いただけますようお願い申し上げます。